日本競馬にとって凱旋門賞制覇にも匹敵する鬼門と言われていた香港スプリントを日本馬として初制覇という歴史的快挙を遂げ、翌年連覇を達成し、圧倒的強さで日本最強スプリンターから世界最強スプリンターになったのが竜王ロードカナロアです。出走した19戦全レースで3着以内に連帯する圧倒的速さを武器に、日本競馬史上最強スプリンターがどのように世界最強スプリンターになったのか、王の意味を持つ冠名ロードに海の王の意味を持つカナロア、王の中の王を目指したロードカナロアの成長と歴史を見ていきましょう。皆さんこんにちは、馬込です。今日はロードカナロアのデビュー前の成長から引退までの道のりを徹底解説をしていきたいと思います。馬込競馬チャンネルではこのような名馬の分析、徹底解説など競馬好きにはたまらないコンテンツを配信していくので、動画を楽しんでいただいている方はチャンネル登録、いいねボタンをお願いします。これがロードカナロアの物語です。では参りましょう。ロードカナロアは2008年3月11日、父キングカメハメハと母レディブロッサムの子として新日高町の敬愛ファームで誕生しました。気性が強い母だけにロードカナロアの性格も心配されましたが、ヨーク時代はそこまで存在感を示すこともなく、体格はがっちりしていたといい、母譲りの激しい気性は闘争心や勝負根性に受け継がれたとも言えました。短距離馬育成のスペシャリスト、立東の名門安田厩舎に預けられ、2010年12月5日に小倉競馬場芝 1200m の新馬戦でデビューすることが決まり、鞍上には古川義弘騎手が選ばれました。単勝オッズ 1.2 倍という圧倒的人気に支持され、レース自体も好スタートから先頭に立ってそのまま押し切るという危なげないレースで完勝しています。レース後の安田調教助手は、調教で見せた動きの良さを実戦で発揮、まずは一安心ですね、共に緩さを残す現状ながら今日のところは能力だけで何とかしてしまった感じ、それに昨日の1000万クラスに匹敵する時計を楽にマークしたのも評価に値するでしょう。これだけの素材、大事に育てていきたいと思いますと、ポテンシャルは高いというコメントを残しています。2走目は翌2011年の中山で行われるジュニアカップに決まりました。3歳になっていきなりの格上挑戦に、関東遠征と 1600m への距離延長という課題があるも、初戦の勝ちっぷりから一番人気に支持されています。鞍上は海老名正義騎手で、後位から早めに先頭に立つとそのまま押し切るかと思いきや、ゴール直前でデルマドゥーガに差し切られてしまいます。続く3戦目の京都500万下では、福永雄一騎手とコンビを組んで 1400m に距離短縮するも、再びゴール前で刺されて2着と距離への課題を残しました。この2レースを境にロードカナロアは 1200m 戦に照準を絞るようになっていきます。ロードカナロアは両欠馬であったため、この時点でクラシック断念は勇気がいる決断でしたが、この A 段が世界最強スプリンターとなった理由でもあります。4月16日の小倉特別レースと5月14日の青いステークスを北村雄一騎手で連勝します。ここまでで5戦3勝とすると、夏は休養に当てて秋は11月から始動します。小馬との初対戦となった11月6日の京楽ステークスでは、福永雄一騎手と再コンビを組み、中段待機策から直線鋭く抜け出して上がり 32.7 秒で快勝。これまでと打って変わったレースぶりで成長を見せつけました。続く11月26日の G3 京成杯では、初重賞出走ながら 1.6 倍のダントツ一番人気に支持されており、好位をキープして直線で突き放す競馬を披露し、完勝とも言える内容で重賞初制覇を成し遂げました。鞍上の福永騎手はレース後に、枠もいいところだったのでロスない競馬をしようと思っていました、体は幼いところがあるけど来年はもっと良くなりますよと、まだまだ成長過程にあるとコメント。陣営も来年の目標に高松宮記念を視野に入れていきました。4歳で小馬となったロードカナロアは、年明けの初戦を1月26日のシルクロードステークスに決定します。まだ重賞1勝馬ながら、ハンデは57キロと見込まれ、これまでで一番遅い9番手でスタートしました。直線に入っても馬群の中にいたこともあって、安田調教師も一瞬ヒヤッとしたほどでしたが、スペースが見つかると一気に加速して周囲をごぼう抜き、2馬身半つける快勝で G1 に大きな弾みとなりました。大目標の高松宮記念に向けて順調に調整を重ねるロードカナロアでしたが、短距離界には同じ安田厩舎の先輩であるカレンちゃんが前作のスプリンターズステークスを制しており、同僚が最大のライバルとなっていました。それでもロードカナロアは一番人気に支持されており、好スタートを切ると番手につけたカレンちゃんを見るように4番手に位置して進みます。直線に入りカレンちゃんが先頭に立つと、1馬身差ほどもない差でロードカナロアが追いすがりますが、一向に差が縮まりません。ゴール前にはサンカルロの急襲にあって3着に沈んでしまいます。福永騎手はまだ G1 では十分ではなかったと短くコメントしています。安田調教師は秋にはカレンちゃんを超えるような存在になってほしいと期待をかけました。
春はこの2戦のみとなり、夏に向けて再調整となったロードカナロアでしたが、次走は6月17日の函館スプリントステークスに出走が決まります。今度も別定戦となり、56キロということもあって 1.2 倍の単勝オッズとなりました。スタートから好位をつけていたものの、直線に入ったところで前が開かず、外へ持ち出すロスがあって、ドリームバレンチノを4分の3馬身詰め寄ることができずに2着に敗れました。是が非でも勝ちたかったレースだけに、陣営の落胆は大きく、次走から岩田康成騎手への乗り換わりが決まりました。ロードカナロアの秋の初戦は9月9日に行われる阪神のセントウルステークスに決定しました。このレースにはカレンちゃんも出走しますが、レースは52キロの伏兵、3歳牝馬のエピセアロームに差し切られてしまいました。カレンちゃんには勝ったものの、手痛い敗戦を喫しました。しかし陣営は悲観しておらず、次走は G1 の第46回スプリンターズステークスに出走が決定。引き続き岩田騎手が騎乗することとなり、ロードカナロアは大外枠ということもあって、カレンちゃんに次ぐ2番人気となっています。スタートから中段の外目につけ、道中は無理に押し上げず、カレンちゃんをマークする形につけました。カレンちゃんは好位をキープしますが、1から3番手が入れ替わる激しい展開となっており、前を行く馬には少し展開が厳しい流れになりました。直線に入るとロードカナロアは外目から追い出しにかかり、坂の頂点で一気にかわすと4分の3馬身差をつけてゴール。宿敵を下ろして嬉しい初 G1 をゲットしました。ペースが速かったこともあって、1分6秒7というコースレコードまで飾っています。まさに世代交代とも言える内容でした。レース後には岩田騎手が、強い馬が強いレースをして勝てました、カレンちゃんを見ながらレースを進めて、スプリンターズステークスを勝つことが使命だと思っていたので良かったですとほっとした表情。 G1 級と言われていただけに一安心といったところだったのではないでしょうか。年内最終戦には12月9日の香港スプリントに決定し、ここにはカレンちゃんも出走を決めています。香港国際競争ではこのスプリント戦だけが凱旋門賞制覇にも匹敵すると言われ、日本調教馬にとって鬼門であり、カップバーズマイルと違って歴戦の馬たちが香港勢の前に涙を飲んできました。ロードカナロアは初の海外遠征にも全く動じずに、順調そのもので調整を積み、好スタートを決めると、いつもと違って3番手の好位につけて進み、直線ではスピードも衰えずに押し切って見事に勝利を飾りました。スプリント界において世界レベルの香港勢を圧倒したロードカナロアは世界中から注目される馬となりました。岩田騎手はこの馬が通用しなければ、来年も再来年もどんな日本のスプリンターが来ても勝つことは難しい。ロードカナロアでこのレースを勝ちに来て、この馬の強さを証明できたと満面の笑み。安田調教師も、世界一のレースと思っていたこのレースを勝てて夢のようですと言葉を詰まらせました。一レースごとに成長を続けるロードカナロアは、この秋だけで一気に日本の頂点を極め、世界の最高峰まで上り詰めました。世界の各メディアからは、イギリス、シンガポール、オーストラリアなどへの遠征を期待する声が上がるようになりました。この歴史的快挙を受けて、ロードカナロアは最優秀4歳以上牝馬こそオルフェーブルに譲るも、最優秀遠距離馬の称号を手にしました。2013年で5歳になると、初戦は2月24日の阪急杯に決まります。今回は別定58キロを背負い、久しぶりとなる 1400m に出走となりました。それでもレースに入れば好位から抜け出す強い競馬で、見事に勝利を飾っています。国内に敵なしと見て間違いない強さを誇り、ドバイゴールデンシャヒーンの招待状を受け取りましたが、陣営はドバイまでの長距離輸送への懸念と去年負けた雪辱を果たすためにドバイ遠征を回避、照準を高松宮記念1本に絞ります。高松宮記念では G1 にもかかわらず 1.3 倍のオッズとなるほど高い支持を集めました。レースでは少し出遅れ気味になってしまい、その分後方からのレース運びとなってしまいました。しかし中段の位置から追い出されると、直線で一気に加速して先頭に立ち、後続に1馬身4分の1をつけて先頭でゴールしています。これで G1 は海外を含めて3勝目となり、スプリント界に敵はなしと見て、陣営は安田記念への出走を決めました。デビュー2戦目のジュニアカップ以来となるマイル戦で、折り合いや距離への不安も聞こえましたが、今なら距離を克服できると陣営の意気込みもあって、一番人気に支持されています。レースでは中段をキープし、折り合いも問題なく進んでいきます。直線では外に持ち出すと先頭へ躍り出ていきますが、後方から湘南マイディが驚異的な末足で追い込んできました。岩田騎手が懸命に追いながら、最後は首差しのぎ取って先頭ゴール、見事マイル G1 を制することができています。このレースを勝てたことで、スプリント王から幅が広がり、守護馬としての価値も上がっていくことになります。今後のレース選択にも幅が出ましたが、陣営は秋へ向けて夏の休養を決めました。この間にロードカナロアが秋参戦をもって年内引退となることを発表、1戦目がセントウルステークスになることも決まりました。
しかし夏の調教が響いた形となり、9月8日のセントウルステークスでは58キロが影響し、逃げたハンサンムーンを捉えられず、前年同様に2着に敗れました。次は負ければ引退もあるという覚悟で挑んだのが9月29日のスプリンターズステークス。ロードカナロワは順調に調教を重ねていき、日に日に陣営は負けられない思いが募っていくことになります。ステップレースに負けたとはいえ 1.3 倍という圧倒的な単勝オッズで支持されました。レースはスタートで後手を踏んだロードカナロワを尻目にハンサンムーンが逃げます。早いラップで快調に前を行くライバルから遅れて7番手の馬群に進む形になったロードカナロワ。しかし道中でポジションを上げて5番手につけると、4コーナーでは外目から抜け出して力強く追い出しを図ります。逃げるハンサンムーンに迫り、ゴール前の坂では一気に差し切って4分の3馬身振り切って優勝。桜爆心王以来となるスプリンターズステークスの連覇を成し遂げました。岩田騎手はこの馬に乗れて本当に感謝、馬はいつも通り落ち着いてゲートで出負けした時はどうしようかと思いましたが、それでも好意につける力がある、勝って当たり前の馬とその乗り味に絶賛。安田調教師は本当に計り知れない力を持っている馬ですね。デビューの頃はスタートからそのまま行く競馬でしたが、それでは頂点を取れない、我慢する競馬を調教で女子とレースで騎手が教えてくれたと勝因をコメントしています。この結果を受けてラストランには香港スプリントで連覇を狙うことが決まりました。12月8日の香港スプリントでは現地でも圧倒的な一番人気に支持され、好意を追走するとそのまま外から押し切って後続をぶっちぎり5馬身差をつけて圧勝。最後に桁違いの強さを日本のファンと世界のホースマンに見せつけて有終の美を飾りました。年内6戦5勝で G1 を4勝したこともあり、同年の最優秀短距離馬に選出。最優秀4歳以上牝馬にはオルフェーブルが選ばれたものの、年度代表馬にはロードカナロワがスプリンターとして初選出されました。引退後のインタビューにて安田調教師は最高の活躍をしてくれた、牧場に戻ってこれからもさらなる活躍を期待していますとロードカナロワに感謝の言葉を伝えました。ロードホースクラブ代表取締役中村勇氏のコメント、ロードカナロワはデビューから19戦13勝うち G1 6勝という輝かしい記録と記憶を残してくれました。今まで応援していただいた会員様並びにファンの皆様、本当にありがとうございました。安田孝之調教師をはじめ、岩田康成騎手、安田翔吾調教助手、岩本隆二厩務員、牧場スタッフ、本馬に携わっていただいた全ての関係者の皆様に感謝申し上げます。引退後守護馬として新たなスタートを迎えるために北海道へと旅立ちます。今後はロードカナロワの子供たちにもご注目いただけたら大変嬉しく思いますと感謝の気持ちを伝えました。引退後は社大スタリオンステーションで守護馬となり、 G1 を9勝した史上最強牝馬アーモンドアイやシーザリオとの超良血馬サトゥールナリアなどの名馬を輩出し、産駒には自身の爆発的スピードを十分に伝えることに成功しています。種付け料も500万円から2000万円までに跳ね上がり、キングカメハメハやディープインパクト亡き後は社大スタリオンステーションの中でも最高額の種付け料を誇っています。もう1年現役を続けていたらヨーロッパの主要短距離 G1 を総なめにしていたのではないかというくらい圧倒的なパフォーマンスで引退をしましたが、その地はアーモンドアイなど歴史的名馬によってさらに受け継がれていくことになるでしょう。まだまだ守護馬としても現役を続けるでしょうから、新たな名馬誕生が期待できますね。ロードカナロワの物語はここまでです。皆さんはロードカナロワの名馬までの道のりについてどう思いますか？どの程度を知っていましたか？ぜひコメント欄に感想や意見をお願いします。動画を楽しんでいただけたのなら高評価、そしてチャンネル登録もお願いします。馬込みでは競馬が好きな方から競馬初心者の方まで全ての方の馬券適性を調べる馬券適性診断を無料で行っています。無料診断を受けた方全員に競馬の教科書をプレゼントしていますので、そちらもお受け取りください。馬券予想や重賞データ分析なども無料で行っていますので、興味がありましたら概要欄のリンクからアクセスしてみてください。また今回の動画のように名馬紹介動画をエンディングに載せておきますので、この動画の後に見てみてください。では次の動画でお会いしましょう。馬込みでした。またこの動画の無料特典として馬券スキル診断というものを無料で受けていただくことができます。こちらは LINE で競馬に関するいくつかの質問に答えていただくと、あなたが最も稼ぐのに適した馬券スキルが見つかります。また回答された方全員に万馬券が当たるようになる馬込みオリジナルレポート、競馬の教科書を無料プレゼントします。概要欄の方にリンクを貼ってありますので、ぜひ受信してみてください。